はい、じゃあプリウスジーズで走り出してみます。今わざと窓を開けて、エンジンをかけるのは音を聞いてほしいからと言っても、これでレディってマークが出ましたけど、実はモーターで発進するのでエンジンがかかりません。で、はい、D に入れて発進です。でグッと踏むとエンジンがかかりますけども、大きな音しませんよね。だけどこれでも、このジーズにはジーズ専用マフラーが付いてるんです。で本当に高回転、山の中の静かな道なんかで聞くと、それなりにこう音色は勇ましいけれども音量は上げてない。その辺がさすがやはりエコカーならではの一つの配慮ですね。でも外観はマフラーが太くてキラキラ光ってかっこいいですよ。で今舗装路ですけれども、表面が割合荒れたところを、普通のペースで走ってます。でこのペースで走っても、まあいわゆる硬い柔らかいで言えば乗り心地が普通のプリウスよりも1段か2段硬めなのが分かります。ただ硬いって言ってもゴツゴツ突き上げるのと違って、そうですね、硬いって言い方自体が正しくないかもしれませんね。しっかりしたとかよく締まったという、そういう感じの乗り心地ですね。こういう乗り心地は、特にこうスポーツタイプの車の好きなドライバーだったらとても好むタイプだと思います。この車のようにその馬力がすごいぞとか、サスペンションがガチッとしてるぞとか、大きな声で叫ばないようなチューニングのことをファインチューニングというんですね。この場合のチューニングっていうのはむしろその改造して性能を上げるというよりは、楽器でいうと、調律するというような意味に捉えてほしいと思いますね。プリウスのいい点だけを、程よく煮詰めた美味しい出汁を取ったと、そういう感じだと思います。で確かに高速向きのサスペンション、ワインディングなんかで飛ばして非常にいい面が出るサスペンションではあるけれども、こういう風に、まあ、自転車に毛の生えた程度のスピードで走っても、不愉快じゃない、体にも、余計なショックが来ないという点ではとても巧みな煮詰め方だと思いますね。さあここから高速道路に入ります。ちょっと取り付け道路の上り坂加速してみましょう。全然これいっぱいに踏んでないんですよ。アクセル一定なんだけどスーッと行ってしまいます。ここが、モーターがエンジンに対していかにその有効なブースターであるかということの証明ですね。私の感じではこれはターボよりも強力だと思いますね。すでに、お話ご紹介した通り、このエンジン99馬力エンジンとモーターは、ノーマルのプリウスと全く同じです。でボディ補強と足回りの強化でフィーリングをスポーティーにしたというところがこの G スポーツの大きな特徴の一つなんですね。まあ、いわば走りの味付けということになりましょうか。少しノーマルのプリウスが、一般的な味付けだったらこれは、スパイスが効いてるというふうに考えてください。今こうやってほぼ直線のところを普通に走ってますけれども、これで分かるジーズ効果というのが明らかにあります。というのはボディの剛性アップ、それから足回りローダウンして強化したということは、普通だったらコーナリングが速くなるということをついつい想像してしまいがちですし、それはそれでもちろん大きな目的の一つなんですけれども、こういうふうに条件のいいところを普通に走っていても直進安定の時のフィーリングとしての車の座りがとても良くなる、これはとても大切なことですね。こういうふうに直進安定性が非常にいい車というのは長時間乗り続けてもドライバーとしての神経の使い方が違いますから、その分とても楽になる、さらに長時間、いくらでも疲れずに走ることができる、そういう点でも、チューンナップの効果は大いに感じられます。はい、こうやって、スポーツタイプのチューニングを施されながら、特に尖ったところがなく、全方位よくバランスの取れたプリウスジーズに乗っていると、思わずいろんなことを期待してしまいますね。やはり車というのは、車作りの技術者というのは常に、自分の作品の改良点を探している。次はこうしたい、次はああしたい、ああすればここはこうなった、こうすればよかった
というのが考えているものなんですね。で、その結果としてこのジーズができたということは、本来であれば今売ってるノーマルのプリウス、本当はこうしたかったんじゃないかとも思うわけです。だとすると、まあ、何年後になるか分かりません。ロングセラーになると思うんですが、何年か後にやはり4代目プリウスというものが登場するときに、それまでの間に、このジーズに盛り込まれた改良策が、ノーマルの車にも大幅に転用されるんじゃないか。そしてそれをベースとした新たなジーズは、まあ、さらに上のレベルに行くんじゃないか、そんなことまで期待してしまいたくなりますね。きっとメルセデスに対する AMG もそうやって育ってきたに違いないと私は思います。ご覧いただいたように非常にシャッキリ感の増した、プリウス、ジーズ、まあスポーツ、エコ両方とも満足させる車なんですけれども、284万円です。これはベース車が、タイプ S のツーリングセレクションなんで、その差額32万円なんですけれども、これだけのサスペンションの強化、それから、この外観の、ドレスアップ含めて、もし別々にパーツを買ったらとても合計32万円じゃ収まらない。そういう意味ではまあスポーツタイプにお買い得というとあんまり似合わない言葉かもしれませんけれども、なかなか検討する値打ちがある車じゃないかと思います。その上 JC08 モードでリッター 30.4 キロというプリウスならではの燃費はキープされている。そういう意味ではなかなかこれからの時代、運転の楽しみも欲しいし、エコでもありたいという、まあ、新世代ドライバー、新時代のドライバーにとっては絶好の相棒じゃないでしょうか。